結局この二人がやってきた事実、言動、そこだけは動かすことができない真実ですから、その部分をフラットに評価すれば、おのずと人間像は見えてくるはずです。あなた、運がいいんだって。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。今日はリクエスト感想枠、視聴&視聴です。これ&って読んでください。1986年にファミコンでケムコから発売されましたゲーム、スパイ&スパイと同じ読み方でございます。ちょっと古すぎてほとんどの視聴者様に分かってもらえていないでしょうが、今日は2人の視聴をリクエスト感想枠で見ます。1人は元視聴ですが、最近ごく稀に問題を起こした有名人、著名人を僕が餌食にしているみたいなひどい書き込みをいただきますが、全く違います。どんな悪事を働こうと、やらかしを行おうと、ユーザーの皆様からリクエストをいただいていない人はやりませんので、その辺はご理解ください。リクエストをいただく、やれるかどうかを確認する、GO という流れですので、リクエストをいただいていない方の感想枠を、悪人、偉人、イニシャル、リクエスト感想枠のコーナーでやることはございませんので、ご了承ください。当チャンネルは規約違反、プライバシー侵害などの動画はアップできません。最新情報は Twitter にて、無料の人生相談は週1の Instagram ストーリーでやっています。動画で紹介した詐欺や詐欺師、霊感商法は、ケンケン TV 公式サイト、気づこう会。感想学を学びたい人は、感想学のすすめ。令和最新のデータに基づく生命判断は、生命判断あやをご使用ください。各サイト、SNS、ご視聴、フォローしていただけますと幸いです。さて、前述しました通り、本日は市長と元市長のリクエストをいただきましたので、ちょうど2人セットでやらせていただきます。一人でやるほどのボリュームがない方ですので、二人でちょうどいいです。職業もほぼ同じですしね。現役か元だけの違いですので。リクエストをたくさんいただいておりましたのは、河村隆史名古屋市長と富田裕樹前池田市長でございます。今日もまずはユーザー様のコメント読み、各々の市長が何をしたのかから話しますので、そういうのがいらない方は感想枠のコーナーまで動画をスキップしてください。ではまずコメント読みからしていきましょう。コメント1、中村悦子さん。今まさに旬な方、河村隆史名古屋市長を鑑定してください。コメント2、高井戸優衣さん。初めてのコメントで恐縮ですが、名古屋市長の河村隆史氏の人相面相を YouTube でやっていただけないでしょうか。コメント3、Google アカウントさん。金メダルを噛んだ河村市長の眼相も見てください。コメント4、ミコ Y さん。大阪池田市役所に家庭用サウナを持ち込んで問題となり、辞職した富田裕樹市長が、なんとまた再び立候補のニュースを見て驚きました。その際の言い訳まみれな記者会見に絶句しました。コメント5、LA パサデナさん。橋本徹、松井一郎、富田裕樹を感想枠で見るといかがでしょう。と、5名の皆様。また同じ内容のメッセージをくださった視聴者の皆様、リクエストありがとうございます。今日は2人の視聴を見ていきましょう。それでは本日の項目です。項目1、河村隆史名古屋市長はどんな人か。項目2、河村隆史名古屋市長を感想枠で見る。項目3、富田裕樹前池田市長はどんな人か。項目4、富田裕樹前池田市長を感想枠で見る、の4項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、河村隆史名古屋市長はどんな人かです。河村隆史氏は日本の政治家で名古屋市長でございます。名古屋市東区で誕生しました。1967年、愛知県立朝日岡高等学校卒業。1年間の浪人を経て、1968年、昭和43年、一橋大学商学部に入学しました。一橋大卒業後は、家業の古紙回収業、卸売業の河村商事株式会社に入社します。河村商事株式会社は、河村入社当時、従業員5名でしたが、リサイクルブームの追い風を受け成長し、2017年現在の従業員90名の中小企業になります。河村商事では専務を務め、営業やトラックの運転手などを行いました。死神交換業者に頭を下げて回り、古紙の回収先では古紙回収業者が弱い立場にあるため、顎で使われ雑用も行わされました。大学時代に知り合った妻と1975年に結婚し、その後1977年、昭和52年頃から検事を志すようになります。昼間は家族を養うため家業に従事しつつ、商学部出身であり、法律の勉強をしたことがなかったため、仕事後に地元の法律学校の夜間に通って、法解釈学及び行政学を10年間勉強し、旧司法試験を9回受験、当時合格率が 10% から 15% だった第二次試験、担当式試験には初受験で合格するなど、計4回合格し、受験指導予備校での成績も良好だったものの、第二次試験、論文式試験でいずれも不合格となり、断念しました。人生再チャレンジをできる社会を実現するため政治家を志すようになり、民社党委員長春日一行の秘書となりましたが、春日の逆鱗に触れたため民社党を除名となります。
1992年平成4年に自民党を離党し、翌1993年平成5年7月18日の第40回衆議院議員総選挙に日本新党公認で旧愛知1区から立候補し初当選しました。2009年平成21年4月26日名古屋市長に初当選します。とここまでは良いですが、彼は何をして問題になっているのでしょうか。一つは愛知県知事リコール署名偽造事件です。少しだけ解説しますと、2019年8月1日に愛知トリエンナーレ2019が開催されると、日本維新の会代表の松井一郎や愛知トリエンナーレ2019実行委員会会長代理を務めていた名古屋市長の河村隆らは、企画展、表現の不自由展、その後の展示内容やこれに対する公金の支出などについてすぐさま抗議します。これをきっかけとして実行委員会会長である愛知県知事大村秀明と河村の対立は激化します。大村の責任を追及するデモや街宣活動が河村と高須クリニック委員長の高須克也氏を中心として行われるようになりました。2020年6月2日、河村と高須の発案により政治団体おやめください大村秀明愛知県知事が設立されます。署名活動は同年8月25日から開始されますが、愛知県選挙管理委員会による署名簿の調査の結果、提出された43万5231人分の署名のうち 83.2% に当たる36万2187人分が無効とされました。無効署名の約 90% が複数の同一人物によって書かれたものでした。さらには東京オリンピック金メダルかじりをめぐる騒動です。2021年7月27日、東京オリンピックのソフトボールの決勝で日本はアメリカに2対0で勝ち、金メダルを獲得しました。同年8月4日午前、日本代表の投手の一人で名古屋市出身の後藤美優さんは報告のため名古屋市役所を表敬訪問します。後藤さんが金メダルを持ちますかと問いかけると、持たしてちょ、せっかくだからかけてちょうだいとリクエストします。後藤さんから金メダルを首にかけてもらうと、手に取って、ああ、表やな、本当にこれ表やですよなあと述べた直後、こうやってと突然自らのマスクを外して金メダルをかみました。会場には河村の歯と金メダルがカチッと当たる音が響きました。メダル本体だけでなく、メダルリボンの一部も河村の口の中に入っていました。噛んだ際には河村は首からメダルを外すと、拭くことなくそのまま後藤さんに返し、後藤さんは頭を下げて両手でメダルを受け取りました。その後も後藤さんに対して、でかいなでかいなと繰り返したり、旦那はいらないか、恋愛禁止かなどの質問をしました。後藤さんが所属するトヨタ自動車は8月5日までにコメントを発表。金メダルはアスリートの長年にわたるたゆまぬ努力の結晶、またコロナ禍においてメダル授与ですら本人が首にかけるという状況下においての今回の不適切かつあるまじき行為は、アスリートへの敬意や称賛、感染予防への配慮が感じられず大変残念に思う。河村市長には責任あるリーダーとしての行動を切に願うと強く抗議しました。名古屋市スポーツ市民局広聴課に寄せられた抗議や批判は8月6日時点では5962件となりました。と、なんとデリカシーのない人なんでしょうか。次の項目です。項目に河村隆名古屋市長を感想枠で見るです。僕は毎度おなじみワイプに移動します。いつもと同じく感想枠で見る前の注意点を話しておきます。僕は本日見るお二方に会ったこともありませんし、実物の本人を見たこともございません。それゆえ普段僕が直接会って宣談する人間のよくてせいぜい7から8割ぐらいの角度に思っててください。写真や動画のみから面相を判断しますので、通常感想枠と異なりかなり信憑性が下がってしまうことだけはご了承ください。また彼らがやった行為は抜きにして、そういった情報先入観はなしで、できる限りフラットで見るように努めます。ただこの方、わざわざ僕が見なくても誰でも分かりそうなお顔でございますが、若い頃から年を取るにつれてどんどんイメージが悪くなってきていますね。いろいろ甘い汁を吸ったのでしょうか。顔の形からいきましょう。四角い顔、ちゃんと顎も発達しています。かなりエネルギッシュであり政治家には向いてます。顔の色と一緒に読む顔型で吉凶二分します。お金や仕事面は悪くないですが、エネルギーを抑えられない分性欲物欲強めで喧嘩早いので注意が必要です。よくあるケースで言うと、パワフルであるがゆえ成功します。しかしその後に暴力事件などで降格というのがこの顔型ではあります。次に額ですが、額は良くもなく悪くもなく、生え際は丸型ですのでだらしなくエロいと読みます。いや、これ本当です。若い時から一本眉間に門があることにお気づきでしょうか。これが男性に入っていた場合の読み取りは主に2つ。1つはアーティスト芸術家のセンスがあり、もう1つは切れやすいという2点がよく書かれています。彼の場合はどちらでしょうか。検診門という呼び方をするんですが、これは覚えても覚えてなくても名称はどちらでもいいです。
次は眉なのですが、若い時と大きく変わってしまっていますが、正直若い時の方の眉はきつそうです。仕事で成功して人に恵まれるとの読み方が最も普通読みなんですが、なぜ年を取ってここまで乱れるのでしょうか。こっちの画像なんて高色相の眉にどんどん近づいています。よほどたくさん無夫婦なことをして生きてきたのでしょうか。人間加齢でもちろん顔のパーツも変化していくんですが、眉毛がだいぶと変化していますね。なかなか面白いです。次に目です。まず気になるのは白目もそうですが、目の周りの色も非常によくありません。写真や動画ですが、ある程度色読みは合っていると思います。こちらの読み取りは当たり前ですが、健康面が良くないです。不摂生ですね。形を足しても競争なことは間違いなく、様々なトラブルを読み込む目なのです。今明るみに出ていることだけではなさそうですね。叩けばもっともっと埃が出るんではないかと予想します。もう一人あるのでちゃっちゃといきます。鼻は喫煙ボスタイプ。穴の向きも意外と悪くはないので、お金はがっぽりと溜め込んでいるでしょう。人中薄めはいい加減。口の形も左右の口角部分が違う。適当なことばっかり言っている男と判定できるでしょう。この川村市長を顔のみで宣伝すると非常にお調子者であり、いい加減。しかし自分のお金はめちゃくちゃ溜め込んでいるタイプ。あとは皆さんの予想と同じであろう女好きと見ます。ネットコメントにエロジジイエロジジイと無数に書かれていましたが、案外皆さんきっちり人の面相を見れていますね。そもそも顔だけでなく人の金メダルを本気で噛んだりする人間はもうその時点でアウツです。努力の結晶で得た他人の宝物をマジで口に入れて噛む、そんな人間がまともなはずはない。これだけは間違いのない事実です。それでは次の人を行きましょう。項目3、富田裕樹前池田市長はどんな人かです。関西大倉高等学校から立命館大学に進学、同大学卒業、広告代理店に勤務、維新政治塾に一期生として参加後、2015年池田市議会議員に初当選、2019年4月14日の池田市長選挙に立候補し、市議の倉田との一騎打ちを制し初当選しました。2020年10月22日、デイリー新潮が市役所に勝手に住み着いた大阪池田市長、家庭用サウナも持ち込んだ証拠動画との記事を配信。私物のトレーニング器具などを市長控室に持ち込んで使用。自宅にあった簡易サウナを事務所スタッフらと共に市長室付近の女子トイレに搬入し使用。さらには私的に利用したタクシーチケット約16万円も問題に。市職員に対するパワーハラスメント疑惑などについても調査を進めており、職員800人に対して行われた情報提供を求めるアンケートの結果、パワハラの実態が浮き彫りになったと指摘されました。要するに公私混同が甚だしい市長でございました。次の項目です。項目4、富田裕樹前池田市長を感想枠で見るです。はい、僕はワイプに。え、これ市長ですか？龍が如くの新キャラじゃないんでしょうか？ファーストインプレッションは怖さ。肩をぶつけたら走って逃げないとダメなタイプですよね。顔の形ですが、下側の方が広いタイプで、顎、エラ、頬骨がガチガチに出ているフルマウント思想です。ただ実はこの顔の形は我が強く、上からガンガン来て上昇志向ではあるんですが、本当のトップには立てないと言われています。上から抑え込む気質ゆえ、部下は心の底からはついてこないでしょう。額は悪くないですが、生え際は M 字であり、こちらもボスタイプと読めるので、とにかく人の上に立ちたい人と言えるでしょう。この人の眉間、陰道には欲もんが出ています。これは非常に切れやすい短気なタイプ、暴力層で、この部分はかなり当てはまりますね。面相のパーツの中でも、外傷門、障害門と呼びますが、まあ呼び方は何でもいいです。目は見てすぐにお分かりいただけると存じますが、形、色ともに良くないですね。我慢ができない、周囲を困らせるタイプ。正直893の業界の方に多いタイプの目であります。20年前くらいはよく飲み屋街で見ました。防体法がまだ施行されていなかったので、そんな古き時代を思い出させてくれる元市長でございます。耳の形は悪くないです。それと鼻なんですが、もともとは喫煙、お金や仕事が良いと読むんですが、少し歪んでるように感じるんですが、この写真だけですかね。鼻の途中、瞑想学で言うところの樹状という部分がちょっとだけ曲がっているように見えるんですね。曲がっている鼻は浮き沈みが激しい、ギャンブル、博打、薬好きと読むことが多いです。口は閉じているときはまだいいんですが、喋っているとき、開けているときは分かりやすく人に対して高圧的な口です。彼が話している動画などをよく見てもらえば分かると存じます。この富田裕樹前池田市長を面相だけで見るならば、上昇志向が強く、ずっとボスになりたいと考えています。高圧的フルマウントではないかなと。それとやはり暴力はちらつきますね。どうしてもこのお顔を見ると、サウナを私的に設置とかタクシーチケットは置いといて、言葉の暴力とかすごいんじゃないかなって気がしますね。部下や下の人たちなどに。それこそ20年くらい前ならガンガンに手を出してるんだろうなっていう気が僕はします。
あくまでも僕個人の意見です。ということで本日は2人の主張を見てみましたが、まあドロー判定でいいんじゃないですかね。僕の戦乱が合ってるかどうか分かりませんが、大体は皆さんの想像通りでそんなに間違っていないでしょう。メンスを見たり茶番の謝罪会見されたりしても、結局この2人がやってきた事実言動、そこだけは動かすことができない真実ですから、その部分をフラットに評価すればおのずと人間像は見えてくるはずです。というわけで本日はリクエスト感想枠主張&主張をやってみました。本日のテーマのような話から人生相談でも、感想学やオカルト系、占いの裏側まで、どのようなことでも構いませんので、質問フォームやコメント欄からお気軽にメッセージをください。気づこう会にて、詐欺師や霊感商法をやっている悪人の情報を随時募集しております。よろしければ、高評価、チャンネル登録もお願いします。当チャンネル、占い師ケンケン TV で、トラストリテラシーを高めて、一緒に運気を上げていきましょう。ご視聴ありがとうございました。